アイザック・インガルズ・スティーブンスは、ワシントン・巡州の初代知事、アメリカ合衆国議会大議員であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。シャンティリーの戦いで戦死した。スティーブンスは、マサチューセッツ州で生まれ育ち、1830年代、後半にウェストポイントの陸軍士官学校入学のために生まれ故郷を離れた。1839年に、 同期の中で一位の成績で卒業し、長年アメリカ陸軍工兵司令部で働いた。米国戦争の時は、工兵司令部の副官であり、ベラクルス包囲戦やセルロゴードの戦い、コントレラスの戦い、チュルブスコの戦いに参戦した。チュルブスコの戦いでは、上官の注目を引き、大尉への名誉昇進を果たした。 チャプルテッペクの戦いでは再度その勇敢さが歌われ、少佐に名誉賞子にした。さらに森のデルレーの戦いや、メキシコシティの戦いに参戦し、メキシコシティでは重傷を負った。スティーブンスは後に、その体験を、リオグランデとメキシコでの作戦、リプリー少佐の金作に関する注釈という題で本に表した。1841年から1849年まで、 ニューイングランド海岸の防災課を監督し、その後ワシントン DC の海岸測量部局の指揮官となって、この役目を1853年まで務めた。アイザック・スティーブンス・スティーブンスは1852年、アメリカ合衆国大統領選挙で、フランクリン・ピアース候補の確固たる支持者となり、大統領に当選したピアースから報奨として新たに、作られたワシントン準州知事に指名された。 スティーブンスはその収める巡州に向かうときにもう一つの任務を付け加えることにした。連邦政府は合衆国北部を横切る大陸横断鉄道のために適切な地図を作る測量士を求めており、スティーブンスの土木技師としての経歴があってその役目を引き受け、ワシントン巡州に向かう道すがら1853年の大半を使って、 プレーリーをゆるり横切って測量し、その年の11月にオリンピアで順州知事の椅子についた。この遠征の結果としてスティーブンスは2冊目の著書、北緯47度線と49度線に近い太平洋鉄道のための経路探検報告書、ミネソタ州セントポールからビュージェット湾までを表した。スティーブンスはその人気で議論の多い知事であり、 その解雇でもさらに議論を呼んだ。ワシントン巡州の先住民族にその土地の大半と権利をスティーブンスの政府に渡す条約に署名させるために脅しと力の念入りな組み合わせを用いた。抵抗にあった時には厳しい報復のために意のままに軍隊を使った。そのような例が数ある中でも、神明日州長に率いられたヤカマ族に対する冬の作に ミスクワリー族首長レスチの処刑によって、巡州内の多くの住民がピアースに、スティーブンスの解任を請願することになった。巡州判事、エドワード・ランダーやエズラ・ミーカーはどちらもスティーブンスに対する反対を唱え、その結果ランダーは逮捕され、ミーカーは単純に無視された。ピアースは、スティーブンスの行動を認めないという伝言を送ったが、知事解任は拒んだ。 ワシントン巡州市民の大半は、右側をインディアンの側の人間であり、スティーブンスは、白人開拓者の側のものであるとみなしたので、スティーブンスに反対した者たちは、最終的に大衆の支持を失った。この大衆の認識の結果として、スティーブンスは人気を得て、1857年から1858年には、 アメリカ合衆国議会に対する準州大議員に選ばれた。白人と先住民族の間の緊張関係は、スティーブンス以外のものが解決するまで残された。スティーブンスは、後のワシントン州東部と間補修における紛争、特にアメリカ合衆国とジョゼフ州長のネズパース族との間で戦われた戦争に責任ありと告発されたが、 この告発は1857年を最後に、スティーブンスが、ワシントン・巡州を離れた時から数十年も経ってからのことだった。1861年に、南北戦争が始まると、第一次ブルランの戦いで北軍が敗北した後で、スティーブンスは再度アメリカ陸軍に襲撃した。この時は、カメレオン・ハイランダーズと呼ばれた第79。 ニューヨーク志願風評連隊の大佐となった。9月28日には順勝に昇進し、ポートロイヤルの戦いに参戦した。スティーブンスは、サウスカロライナ州海岸沖シーアイランズ攻撃に、派遣された、遠征隊の第二旅団を指揮した。ジェームズ島の戦いでは一個師団を率いラマートリデに対する攻撃では自ら指揮して、部隊の25%を失った。 スティーブンスは、その第9軍団の師団と共に、バージニア州へ転属となり、北バージニア方面作戦の第2次ブルランの戦いでは、ジョン・ポープ少将の下で使えた。その後のシャンティリーの戦いで、その元の連隊の連隊機を拾い上げ、ハイランダーズ、私のハイランダーズ、お前たちの将軍に続けと叫んだ後で戦死した。セントアンドリューズ十字の旗を持ちながら部隊兵と共に、 突撃し、頭を銃弾で撃たれて、即死、44歳で亡くなった。スティーブンスは、ロードアイランド州、ニューポートのアイランド墓地に埋葬されている。1863年3月には1862年7月18日に、遡って少々に死後昇進された。アイザック・スティーブンスの息子、ハザード・スティーブンスもシャンティリーの戦いで負傷した。 ハザードもアメリカ陸軍の将軍となり、また著作家でもあり、さらには PB 版トランプと共に初めてレイニアさんに登場した。ありがとうございます。